こんばんは。やっほー、こんにちは。明日キャンプ、え、そうなん？ありがとう。スキップ？やん。こんばんは。昨日確かに楽しかった。ゆうちゅうの道本当？怪しい。大悟さんありがとう。お餅元気だよ。瀬戸石さん元気。キャルチュー大悟さんありがとう。嬉しい。ありがとうございます。今日はお出かけ行きました。今日はなんかね、今日はねレッスンがなくなったので急遽遊びに行きました。レッスン着で。セサムさんありがとう。マサッチさんありがとう。ちょっとねおはぎを食べる回です。瀬戸内レモンちゃん綺麗ありがとう。そう、わかなたんありがとう。わかなたんありがとう。そうありがとうね、本当に嬉しかった。ココハちゃん、ココハちゃんのモン吉さん、瀬戸内レモンちゃんありがとう。そうなんですよ、今日は遊びに来ました。もうやばい、ほんとめっちゃ聞こえる、どうにかして。瀬戸内さんありがとう。めっちゃヒヤヒヤしてるんだけど今。めっちゃ聞こえるからヒヤヒヤしてます。瀬戸内さんありがとう。おはぎを食べるのかい。最近おはぎハマってて、おはぎよく食べます。おはぎ、瀬戸内さんありがとう。なんかね妹と多分お父さんだと思います。なんかめっちゃゆっちの手作りじゃないですよ全然。今日出かけた時に家族のおはぎを買った時についでに自分たちでも買ったみたいな感じです。え、コーロンじゃなくてなんかお昼お風呂入るか入らないかみたいな。めっちゃ聞こえてて面白い。多分喧嘩ではないと思うんですけど、なんかチュールですよ。こんばんは。今日の夜ご飯は何食べましたか皆さん。確かにモッティさんありがとう。おはぎは箸かも、でも今日はスプーンです。いこたんありがとう。ポテチね、今作り中。ホフマンありがとうね。お話し会、巻き寿司いいね。リアチューは野菜とスープ食べました。今日は遊びに行った時にスタバ飲んだのでちょっとお腹いっぱいだったからあんま食べなかった。でもおはぎは別腹です。うん、見たよ、ありがとね。キャロチューラーメンいいね、味噌ラーメン。シンクラワさんありがとう。ゆういちさんありがとう。マッシュイイコさんありがとう。そう、フラペチーノだ。スタバで待ち飲みました。私は抹茶フラペチーノのパウダー多めと低脂肪ミルク変更にしました。妹は結構カスタムしてた。
バニラクリームフラペチーノ頼んで、チョコソースとチョコレートチップだったよね。なんか作る？ビッグウェブさんありがとう。おはぎが美味しい。うん、甘そうだった。だから私抹茶好きでよくスタバ行ったら飲むんですけど、なんか甘すぎて、だからいつも抹茶するときは抹茶のパウダー多めにしてます。抹茶の粉じゃないと飲めない、甘すぎて。ゆいちさんありがとう。今日はプリクラ撮って、結構歩いたかも。ありません。言われたらどうしよう。嬉しい。ゆいちたんラブリコーダー抹茶好き。そう、めっちゃ好きで、今日妹は何だっけ、なんか最近本当に抹茶が多くない？ってめっちゃ嬉しくて、ミルクそうコーヒー飲めないんよ。ミミありがとう、この後買ってくる。そう、おはぎめっちゃ美味しい、好き。黒リアチュ、黒。なんか最近結構抹茶多くない？春じゃないけど、まだ3月ぐらい、めっちゃ好きなの。お菓子も結構抹茶多い気がする。あのミスドも抹茶やってて、ゴディバも抹茶やってて、本当にこの季節ずっと続いてほしい。抹茶が好きすぎて。コーヒーあんま好きじゃないんだよね。いっちゃんありがとう。ゆうちゃんおはぎ食べてます。いっちゃんありがとう。抹茶シュークリーム、やばい。デザートおはぎの予定、幸福堂のあのあん入りきなこあん入りきなこがめっちゃ好きです。おすすめです。リエチ思い出すようになった。ラプタもっとリアのこと好きになってけろ。いつでもリエチ思い出して。春好き。ほっぺつまんでください。てるいさんはこっち側ね。いっちゃんありがとう。バニラクリームみたいな味。コーヒー薄めなのかな。グリさんありがとう。サトシさんありがとう。本当に幸福度の大福が一番好きかも。青部屋なんだろう。ゆいちさんありがとう。自分もコーヒー飲めん？そうなんだ、気になる。胸がギュー、下打ちレモンちゃん。もうこれは恋の病で恋の病だよ。ハルさんありがとう。ハルだからおはぎじゃなくてボタンゴチ。まあ確かにそうなんですけどね、年中好きです。おはぎは三色団子売ってたんだけどね、おはぎにした。一体験なら、わかる、私も一体験なら飲めます。ジャルメラチーカ、なんじゃそりゃ。ジャルメルチーカ、ら秋奥さんありがとう。
カフェラテも苦手。基本なんかコーヒーが味するの苦手なんだよね。最近ちょっとシャチさんと旅行行きたい欲がやばい。宮崎にさんありがとう。ユンヤンと10年も飲んでない。いやもう嬉しい。さちかさん、うん、おかちゃん、コーヒー嫌いなの。あさちさん、うわやば、てるいさんやばい、ダメだよ。いやちゅすちちん嬉しい。ももん、ももじゃ、もものシュートって何？サッチーさんと話し、うん、よくは話さないけど話すときは話します。川サチさんと、かわいいサチさんと。でもサチさんなんかね、聞いてください。ちょっとなんかゆいかたん、結構サチさんゆいかたんにね甘々なんですよ。サチさんはゆいかたんには甘々なのに、やつにはツンツンなんですよ。うん、なんだ、ゆいちゃんありがとう。もち、発売開始ね、苦いよね。メール君子供だレイトンさんありがとう。人のこと言えないけどね。ちくまさん、おかぼさんありがとう。さちさん、うわ森屋中嫉妬。おかぼさんありがとう。なんかツンデレじゃない、デレ入ってないんですよ。サチタンツンツンなんですよ。ああまあツンツンが多いかな。チグマさんありがとう。あまつダイグさんありがとう。年下に厳しいチグマさんありがとう。でもたまにサチタン優しい時もあるけど、だいたいツンツンです。ひーちゃんありがとう。そんなツンツンサッチータンが好きですね。たまに本当にもう1ヶ月に1回ぐらい出れないかなあ、おこぼうちゃんありがとう。くまたん嬉しい。みきやくん、ちくまさんありがとう。ツンツンデレ、もうツン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 デレって感じですね。大子さんありがとう。サッチーにツンツンされたい。サッチーさんにツンツン、本当にもうびっくりするぐらい私サッチーさんにツンツンされてるんです。うーん悲しい。言うことにはまあまあなんですよ本当に。サッチーさんなんかね、サチタンなんかツンテツンツンだから、なんかゆいかたんをゆいかたんを牛しながら私のこと見てくるんですよ。サチタンがたまに、サチタン、このサチタンリオツンさん平常運転ちょいちょい買って食べてる。あ、そうなんだ。サチタンツンツン、リアツンツンツン、サチタンなんでしょ。今度うわダイグさんやばい。サッチーツン、ヒャリハタさんありがとう。うん、サチタンいたらサッチー今度デリデリしなさいうん、
動画に撮ってえ、OK です。今度撮りますね、ツンツンサチタンできたら。サチン、サチタン褒めるやつ？それは嘘ですね。サチタン。なんか本当にツンツンすぎる。なんかたまにはなんかデレもあっていいと思うじゃないですか。でも全然なくてちょっと悩み中。今悩み中。サチタン、サチタン、ヒロニアットさん、ヤダチさん、ありがとう。関係の動画面白そう。本当、宣言デレデレになるかも。アチさんありがとう。リュータン、リュータンスススで振り返るわよ。アチさんありがとう。なんでだろうね。パセリタン教えて真相を。サチタンのツンツン事情。アチさんありがとう。サチタン、リアチュー、ツンツン、え、うーん、半分ぐらい、ツンツン 50% で 50% ぐらいかな。ツン、うん、なんだろう、半々だね。この前のアベもめっちゃくえ、本当？ゆうちゅうがサッチのサッチみたいな足踏んだらサッチたんはツンツンなっちゃった。あたちさんありがとう。もうはい、そうですね、もうリアチュー悲しい。サッチたんがツンツンだから、たまにはサッチたん、たまにはサチさん。トーナさんありがとう。サチさんスチスチなのに、たまにはサチさん、サチさんツンツン、サチさんの横顔が私は大好きです。サチさんのね、横顔好きなんですよ。両方見せてもらおうかな。みんなそう、嘘。サッチータンに言ってて、サッチータンツンツンすぎるよ、リアチュー悲しいよって。タクピョンありがとう。昨日のリアチュー配信スクショ見ましたよ。キャロチュー、ありがとうございます。嬉しかった。サッチータンにお願いしとく。よろしくお願いします。今度はレッスン会った時にサチさん、サチさんに甘えてみます。でもサチさんは多分ツンツンですね。サチさんに幸福度のハゲを出す、いいね。でもサチさんに幸たんに電車場で飛ぶ。確かに甘えますか、幸たんに。しおりんさんありがとう。幸たん、リアチュー、しんくんたんありがとう。ヤギーさんこんばんは。なんかとしやさんありがとう。レイジこんばんは、やっほー。
嬉しいよ。はるさんありがとう、しんくんたんありがとう。さきたんと早く旅行行きたい。さちたんと旅行行きたい。みやちゃんやっほー、みやひーさんやっほー。もうすぐ JK です。そうだから JK になったら県外とか何ホテル泊まったりできるじゃん、遊びに行った時に。だから早く遊びに行きたい。はんちゃんありがとう、いやちゅうと話すの楽しみ。嬉しい、たくさん話そう。みゆぽんにも、でもみゆぽんにはあまあまな気が、でもそんなゆいかたんぐらいあまあまじゃないですけど、私よりは甘いです。テレビロケとかあったら確かに。久しぶり、奥さんにね服をいただきたいんですけど、でもねちょっとさすがにね言えないね。ガトルさん、水星ペンさんありがとう、入学祝い嬉しい。高校チュウさんやっほー、おざきんさん明日のキャンペーンは1位になったら収入をおじつるアバター。リアツンだけツンツンね、本当？はるさん嬉しい。今日全然化粧してないけど、撮ってるわ、うち癖強いからご注意。了解でござるよ。くたらさんありがとう。ねえ、なんでリアツンだけツンツンなんですかね。ちゃんと撮る、嬉しい、楽しみ。リエチューのこと話してた？何？気になる、気になる、そういうの気になるから教えて。リエチューのこと大好きだから思い切って服ください。もうさすがに勇気が。リエチューが高校生、古声リエチューに会いたいの、会いたいよ。サッチーたんは年上、確かに、どうなんだろう。でもそれもあるかも。なんか私も年上の方が好きです。あんまり女子で年下の子が好きってあんま聞いたことはない。いっちゃんありがとう、突然言ったからな。ね、嬉しい、待ってる。りえちゃんとみゆぽん嬉しい。みゆぽん早く遊びに行くよ。みゆぽん電車バト届け。何気になる、何りえちゃんのこと話したって教えて。甘えたいタイプ、確かに確かに、確かに。確かに。みーぽん？みーぽんはね、もう、一緒にいることが当たり前すぎて。なんかもう、なんだろう、もう、みーぽんがいないと困る存在。本当に。みーぽんがいなかったら、本当に、ね、無理。リエチュー呼ぶかなリエチュー呼ぶよ。アベマのロケででんぐり返しが可愛いと。でんぐり返し、なんじゃそりゃ。でんぐり返し、今日はリエチちゃん専務特進、嬉しい。特徴気に入った子はギューしてくる。くるみだけ、そうなんだ。くるみさん、
めっちゃ好きです竹本くるみさん。リアチュ、嬉しい、ありがとう。タカポポピョン、でんぐり返しって言わないのかな。でんぐり返しって前回りですか。タカポポピョンありがとう。夏暑いから私服で行くからな。了解、タカポポピョンありがとう。スキップだと優位が動き、本当嬉しい。体どうなんだろう。ミシェルボイスありがとう。リアチューの DD が増えてく。リアチュー DD なんかね、いろんな方が好きなんですよ。ココハさんにココハさんと会いたい。今一番の願望はココハさんに会うこと。スキップできない謎だ。確かに、マスナイさんありがとう。好きな人、確かに DD は悪くないと思う。本当ありがとうちゃん、好きなの分かります配信フォローしてそう。特徴、最近はそうでもない、泣いているところが赤ちゃん、かわいい。絶対想像するだけでかわいいですね。本当にもう もうイブイブさんしか勝ちませんね。本当に本当に、なんであんなかわいいんですか。やっちゅー、やっほーしきさんあーミシェルブーさんバレちゃってるじゃん。やちゃんの DD 気持ちが分かるのか分かんないうちの DD もメンバーにも公言して、あ、そうなん、そうなのだ。赤ちゃんは DD なのか。うん、私年上好きですよ。タンタンありがとう。タックルというか抱きつけ攻撃、ちょっと本当にゆいなちゃん、石松ゆいなちゃんにタックルされるのも夢ですね。いっぱいで困っちゃう。好き、好きですか。7期のオーディション中、そうなんだよね、私も受けたかった冗談、お風呂中、こんばんは。お嫌な言葉、あこんよっしーさんおめでとう。素敵な一人にしてね。ゆゆに結婚した人に振られた先輩たち、さんやさんたち、あ、そうなんだ。誰でも大好きやから、まあ確かに。ミシルボイさんありがとう。ねえ、もう私やばい本当に。あ、でもやっぱり好きな人がたくさんいるって幸せだよね。やった、ありがとう。いやー、そんな、誕生日おめでとう。癖があって落ちる小枝ひろさんありがとう。本当にゆうなん好きなんでほぼ楽しい。嬉しい、ラプータン楽しいね、楽しいです。DD 楽しいです。パセリタンありがとう。お餅、お餅ありがとう。最近ゆいなちゃんのぐんぐん成長で結果一部くるたん、かわいいです。おしらちがおはぎ言ってなかった、好きだし。そうなんですよ、私は好きなので。石山さんありがとう。サッチ、うわ、まさのりさん、いこたん、私は好きなんだよ、推しじゃなくて好き。 D 楽しい、じゃあリアルオンライン話かいろいろ教えてあげる。え、やった、楽しみに待ってるね。ホフマンさんありがとう。おはぎよく食べる、好き。リアも、私は
推しじゃなくて好き。ミシルボーイさん結婚してお断りダメだよミシェルボーイさん、いろんな人に求婚してんじゃん。サチカタありがとう、枚数足りるかなそう、お断りします。ありがとう、つばい教えてあげて。りゅうちゃんの取り扱い説明書ってある？好きになったらとことん好きですおはぎや、おはぎ派です。パーセリタン結婚してお断りお断りしちゃうかも。パーセリタンもいろんなとこで求婚してそうなのでお断り。ファンのディーディー卒業後、ありあちゃん嬉しい、さちかたんめちゃめちゃ話すからな。タカポポピョン結婚してお断りタカポポピョンは、はい、2期生さんに浮気相手がいるのでお断り。大子さん結婚して、大子さんも内級さん推しですかね、ちょっとお断りかも。どっちが好き、どっちも。スタージレモちゃん結婚して、ちょっとお断りかな。ちょっとスタージレモちゃん地味に浮気症っぽいラップータンありがとう、お断りラップータンはユナンタンがいるからお断りです。あ、メールくん結婚してお断りメールくんにはなんですかね、あずみさん、あずみさんとかいるからお断りかも。木彫りのシャケさん結婚して、シャケさんはたまにリアチュンのとこからいなくなるから、多分その間に多分浮気いってるだと思うんだけど、だからお断り。サチカタン結婚して、サチカタンは一途だから、サチカタンサチ一筋って言ってくれたけど、どうしよっかな婚約してるはずとは、あーちょっと婚約10年後婚約してないと思いますあくちゃんありがとう、えのにへさんありがとう、にえ F さん、てるいさん結婚してありがとう、お断りてるいさんは多分なんですかね、神推しは川又優奈ちゃん、井出かなおちゃんが急上昇中らしいのでお断り。ゆちゅう脱ぎませんピラピラさん結婚してお断りピロピロさんも浮気相手が多分多数いらっしゃるのでお断り。モモに向けて、いやもう、あそうなんだ、もういいよ結婚して、なんかピンクのクマさんありがとう、ミシェルボーイさん結婚して、ミシェルボーイさんは結構ないろんなルームで多分求婚してらっしゃるイメージなので、キュッとお断り。エムタチさん結婚して、結婚してか、ちょっとこれはお断りかも。どうしてが俺求婚待ち中、リアタンから惚れされた、ダメなやつ、婚約解消、もう婚姻届ちぎります1年間結婚して再チャレンジする
まさのりたん結婚して、まさのりたんちょっとさっきなんかさっちーたんも気になってるとかどうとか言ってるのちょっと浮気しそうなのね。結婚しても多分浮気するのでちょっとお断り。もっちーさんありがとう。いっこたん結婚して、いっこたんも多分あの DD だから結婚しても多分浮気ばっかしかしないのでお断り。結婚してやってる求婚皆さんお断りですね。ウルフさん、エムタツさんありがとう。今日は黒コーデですね。ショールーム見すぎ、みんなが浮気ばっかするからだよ。娘になって求婚でもみんな断っちゃった。明日にユリエタン、え、サチカさん誰かいたい。私はね本当にもう好きになったら一途です。そうメルさんに嬉しい。みんな可愛いからや確かに言えること分かってたけど、分かってたけどおとなしく。そんなことないんだよ。そんなことないの？本当？本当ですかね。3期の配信も見てる時と見てない時があります。いろんなメンバー行くんや。ダメだ、結婚しても多分1ヶ月も持たないうちにあの離婚届だ。自分も一途？それは嘘。魂がたくさん、はにゃ言ったやつ。二人は月に帰るから無理、さすがに無理やるかな私には。スーさんありがとう。 DD 万歳、万歳ではない。 M たちさんありがとう。ごめんなさい DD ですか。多分ねみんな結婚しても多分みんなの場合1週間ぐらいで離婚婚姻届ビリビリに破けてるよ。リエチの思いすぎし、いやそれはないかなパセリタンもさいろんな子好きじゃない。パセリタンも浮気罪で捕まっちゃうよ。1ヶ月早い離婚。そうなんでしょう。あココアさんに婚約、うん、それはんちょっと信用できないかな。ユーニャンありがとう結婚して。ユーニャンは多分浮気相手が他に2名ほどいらっしゃると思うのでちょっとお断り。スーさんありがとう。返されたいこと願ってます。ハチカタンそんなそんなハチカタンさちかたんね、さちかたんといい感じまで行ったとこで、さちかたんはリア中のとこからどっか行くのかえさんありがとう。アルガンさんありがとう。ちょっと用事。うわっさちかたんやばい、やばいぞ区間売れてますので。あれリアたん本当？ちょっとあの AKBAKB あのアカウントも見ます一回あげてみたかった。こんばんは。投げる人決めて投げてます。怪しい。藤岡さんありがとう。ミシルブさん結婚して、うん無理かな。ちょっとあのまあ大体皆さん同じなんですけど、浮気ですね。浮気のしすぎでちょっと結婚しても多分すぐになんて言うんですかね、離婚届けなので。エムタツさんありがとう。離婚届けね。ヤシテさんありがとう。投げない、なるほど。うちはリエツ本当。セイナさん
ありがとう MK9 さん、ありがとう。今日はいい日だった。本当？超フレグ。あれ？パイナップル？浮気寝すぎ。そう、浮気寝すぎは良くない。ほらしきる中身もう見ます。すぐテイカさんありがとう。前提に結婚しやばい。気にされてる？俺はリア充が浮気相手。ああまあ確かに先輩のところから流れてきた人。なるほど。覚えてくれてるか返しなきゃ。じゃこんばんは。してないのは僕だけです。うわ嘘だ。僕のことリアチュ楽しみ変えてください。アイセンさんありがとう。キューバスはあまりメイクをしてない。アイセンさんありがとう。コスプレしたいかも。リンコ先輩アイセンさんありがとう。リアチュはそう楽しいですから。楽しい推しじゃなくて好き、恋してます。はい、恋しちゃってる。結婚したいですね。好きと推しは違うもんね。あそうなんですよ。奥さんの服ねいただきたいですね。誰ってなる。確かにこんな配信っちゃパセリタンの浮気がバレる配信。楽しは4人まででしたね。リアチュで楽しなんで。いやよくない。本当にもう浮気してる人が言う言葉ですよ。楽しはむずい。何でもどきございました。スキマラいやだよ。覚えてくれてるからうちのえ嬉しい。さっきありがとう。コメントもするから7時54ありがとう。 M たつさんありがとう。ありがとう。妹たん M たつさんありがとう。リュウチ楽しい。多分それその楽しいですっていう何セリフ楽しいですっていうコメントをする時点で多分もう浮気です。うん？楽しいっていうコメントをすることがもう怪しいだけ。ギリ楽しい。秋先生に服欲しい土下座知ってましたか。ももさんと実はしかいった。うわ浮気感謝気持ち。嬉しい。赤ちゃんこんばんは。鋭い恋するリア充尊い。三期はリア充だっけ。うん、それが一番危ないんだよ。リア充しか見てません。よくない本当に。それがねみんな浮気じゃなくて全員本気です。やばいです。やばいですね。何股ですか。一位言った楽しい詐欺終わりました。そろそろ男女読まなきゃ。ヤバチュー、ヤバチュー、リアちゃんっすか。わら、怪しい。今は10歳ぐらい。え私推しじゃないよ。好きなんよ。10好きです。ふうって何バシリタンなんちゃって。サンゲリエットの楽しいだけど、キヨトの楽しい。ほんとほんとですか。スクスタイムオッチェー。スクスタイムこんな
化粧してないあんまり、リュウチュウだけどいいですか、足がブリブリ。推しと好きの違いは、推しは推しですよ、推し推し NG。 エンタさんありがとう、リピートすればリュウチュウ勝ち、本当？エンタさんありがとう、松成さんありがとう。推しね、推しは推し、好きは好き、好きはもう好き。4人います、やばい、リアタに怒れそうないか、もうサチカタン、もうサチカタン捕まえます。可愛いのありちゃん、本当？推しじゃなくて好き、好きで言ってください、みんな自慢の好き面ですか、本当？好き面。次のリエイトオンライン話会、それやってこれはこれ、そうサチカタン捕まっちゃうよ。すき焼きか、すき焼きか、てるいさんすき焼きか、おさしてよ誰かのすかしてないですね、見えないとこで分かられてますか、好きです、うわみんなに言ってる、やばい、チョコウェ58分、やばい、団長見ます、リュウチュウ好き、怪しい、なんかみんなみんな怪しくなってきた、抹茶と同じく推しメニュー大好き麺、本当？団長見ます、今日は怪しくない、ちょっと危ない、2個、あが2個あるんだけど、木彫りの主婦さん、それはもう怪しいですよ、あが2個ついちゃってる団長見ます、13位、シンクロさん、パチパチ、12位、イコタン、パチパチ、11位、大工さん、パチパチ、10位、ガリさん、パチパチ、9位、タクアポポピョン、パチパチ、8位、アルチさん、パチパチ、7位、いっちゃん、パチパチ、6位、大工さん、パチパチ、5位、ヤシさん、パチパチ、4位、スタジレモンちゃん、パチパチ、3位、広島工場シリタン、パチパチ、ニエムタツさん、パチパチ、1位はおかぼおかちゃんです、パチパチパチ、ありがとうございます、ありがとう、怪しく、うわありがとう、パチパチ、バイバイ、配信見に来てくれてありがとう、あちょっと待ってね、最後スクショタイムしております、うーん浮気ダメ絶対、3、2、1、3、2、1、オッケー、浮気ダメ絶対、ガオポーズ、みんな捕獲してやる浮気ばっかしてたら捕まえちゃいます、本当にダメだよ、野中警察が出動します、バイバイ、ありがとうございました、バイバイ。